え残席金賞本人同書店高田の馬場店臨時公開試講座受付中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマは「小説家がペンネームに猫とつけると耐性しないよ問題」えタイトルでちょっと言ったけど。 法輪道書店の高田の馬場店臨時公開講座の数が、あ結構店員ギリギリになっているので、お申し込みはお早めに。ええー、と、それはさておき、今日のテーマあー、ペンネームに猫をつけると大性しないよっていう,う、そういう話です。えっ、ー、と、これね、 理由はわかんないんだけど、そうなんだよ。あのね、漫画家さんは当てはまらない。ほら、猫従事者って言うでしょんで、猫従事者って方がいらっしゃるので、え、で、ま、あのー、こう、ペンネームに猫って入ると、 これはね、一作か二作,二作目出せない人がいるかなうんと、大抵一作で、デビュー一作で消えちゃうとかっていう、うん、のが結構あります。まあ、あの、差し去りがあるから具体的に誰が消えたかっていうことは言えないので、これは自分で調べてください。うん、結構あるんだ。で、あの、 ペンネームが猫。ペンネームに猫って入ってると、その、一作で聞いちゃうだけで、あの、猫がメインになっている小説。題材だとか、その、テーマだとか、登場人物が猫っていうのは、これは別に問題ないんだけどね。いや、これは、ま、不思議なんだけどね。 あの、知り合いに、この話をしたら、いや、高山羽子さんっているじゃないですか、っていうふうに、反応されたんだけど、いや、高山羽子さんは、高山羽子さんであって、羽子さんじゃないかなね <laughs>。いやまあ、本当に、運に左右される仕事なので、 あのさ、根拠何もないし、なぜそうなのかって理屈もよくわかんないんだ。<laughs> こう,う、あのさ、ペンネームをつけるときに、その、ペンネームをつけるときに注意することって必要なんですよ。ねどういうふうに注意するのが必要かっていうと、まず最初にペンネームを決めたら、 でで検索してて同,性同盟がいないなって、まあ、これ鉄則ですもう昔はこれ結構探すの大変だったんだけど今は本当にそのこうペンネームこう,こういう名前にしようかなってペンネームを検索窓に放り込むと一発で出てくるのでだからまあ同性同盟が出ないようにすることってまあこれ鉄則中の鉄則だと思ってください。であと 意外とね、えー、落とし穴なんだけど、こう、アマゾンで検索をかけるときに、その、出やすい名前にすること、大事です。この出やすい名前ってちょっと誤解を見やすいんだけど、うーんと、お、要するにね、例えばさ、ペンネームを鈴木てるっていうふうにしてしまうと、お 鈴木喜一郎の名前が次々出てしまって、はい、んでその,テルさんの鈴木テルさんの名前が出てこないとか例えば山田太っていうペンネームにしてしまうとそれで検索をかけた時に山田太一とか山田太郎とかっていう名前がドドドドドッと出てきてしまって山田太さんに なかなかアクセスできないとかっていう、そういうことです。だから、その、なんていうのかな、本を探すときに、まあ、Amazon って割と探しやすい、あの、一つの目安にはなるので、だから自分のペンネーム決めたら、その、ペンネームで、その、検索でちゃんと出るかどうかっていう、まあ、それは、 まあ、やっといた方がいいです。同姓同名がいないっていうのはもう鉄則だと思ってください。で、Amazon の検索で出やすい名前にするっていうのは、まあ、これはやっといた方がいいよっていう、まあ、そのら合です。で、まあ、ここら辺のところは絶対やっとけっていうことは必要なんだけれど、うん、生命判断、 必要ですかって言われることってたまにあるんだけど、いや気になるんだったらやっといた方がいい。<laughs> ええー。あの、宮部、宮部みゆきさんは、あの、本名っぽいけど、宮部さん、あれ、ペンネームです。えっ、ー、と、うん 当校時代は別の名前を使っておられたかな。うんで、まあ、デビューするのにするときに、生命判断に見てもらったんだそうだ、宮部さん。で、その時に、その生命判断の占い師の人にえ、本名のままだとデビューした時に体壊すからということで、えー、で、まあ、このペンネームにしたっていう。まあ、そういうことだそうだ。ええー。 んで、まあ、こういうふうに気をつけましょうよっていうことはあるんだけど、<laughs> そうそう。それで、猫だよ。これは不思議だよなぁ。なぜペンネームに猫って入ると、一作で消えちゃうのか。<laughs> いや、あのね、別に根拠はないので、あの、 根拠もないしさ、で、理由もよくわかんないので、で、うちの受講生が、あの、うあこうお、僕と話をするときには、僕とあの作品公表、一対してこう作品公表するときっていうのは、まあ別にどんな名前でも構わないんだけど、 受講生の中に、受講生で一斉配信で名前を出すときには、仮の名前って、まあその時だけの名前って付けることってあるんですよ。うんと、A さん B さんっていうふうにやり方にするとこ、こう、いろいろ、こう、がらがってくるので、もう使い捨てでいいので、もうその時だけ使う、うん、ペンネームにし,しないよとかっていうことがあるんだけど、まあ別に、えー まあ、その時の名前に猫ってつけても構わないし、まあ、デビューするときにどうしても猫が好きなので、猫ってつけたいんですって言うんだったら、まあ別に止めはしないんだけどさ。<laughs> まあ、本当にさ、こう、こういう不思議なことってあるよね、この仕事やってるとね。んで、まあ僕の気のせい、 に過ぎないっていう可能性も十分あるしね。こう <coughs>、あのね、その昔ね、そう、その昔だから僕がデビューして曲がない頃よ、30年ぐらい前はさ、その、小説家で全部ひらがなのペンネームにすると、耐性するのは難しいって言われてた時期、時代ってあったんだよ。 本当にさ、根拠のないジンクスだろうまあ、あの、これも、早峰ねかおるさんだとか、野さんあつこさんっていう、う例があ出てきたので、まあ、こんなジンクスなんて本当にさ、根拠のないジンクスだよね、なんていう。<laughs> だからさ、この、え、今日のタイトルのさ、ペンネームに猫を、猫ってつけると、体制しないよっていうのも、 まあ、いずれひっくり返るだろうけどね。<laughs> まあ、あの、ペンネームつけるときっていうのはう、受賞してからでもペンネームって、その、受賞してからペンネームつけても遅くないので、まあ別に、あの、どういうふうでも構わないけど、ねえ、ええー、 まあ、どんな名前でも、どんなトンチンかな名前でもお、その名前が大きくすうさせる、するのもどう、ど、もう、あなた自身のお力次第なので、そうそう、アカシアさんま、さんまちゃんも、お初めて師匠からアカシアさんまっていう、その、 芸名をもらったときには、はっていうふうに思わず聞き返えた、聞き返したそうですけど、今ほら、さんまって言ったら、アカシアさんまっていうふうに、もう、誰でも連想するようにな,なったあ、立派な名前になったので、まあ、どんな名前でもいい。まあ、その、 デビューしてから決めりゃいいので。そうね。ペンネームは自分で決められる自分の名前だからね。えー、戸籍の名前は自分で決められないけどね。<laughs> まあ、本当にすごくどうでもいい話でした、今日は。 2022年5月14日、法林道書店高田の馬場店で鈴木喜一郎小説講座、臨時公開講座をします。ゲストに長谷木元也さんをお招きしました。参加申し込みは法林道書店イベントで検索をかけるか概要欄にリンクを貼っておきましたのでそちらからアクセスしてください。えー、と、この講座は、えー、とリアル書店の講座なので 定員があります。で、えっ、ー、と、定員もの、定員に限りがあるので、ちょっと早めに予約をしておいてください。えっと、この番組では、ポッドキャストへのお題、皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、大読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube キーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、 スポーティファイなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。えっというところで、えー、今日の鈴木貴一郎、おー、作家日記。そんなところで、ではではでは、失礼します。